モロズミ・キミヒロは、日本のカーリング選手。2018年ピョンチャンオリンピック男子カーリング日本、代表。TM 軽井沢所属。ANA ビジネスソリューション株式会社勤務。兄は同じく、ピョンチャンオリンピック男子カーリング、日本代表のモロズミ・ユスケ。長野県北作郡軽井沢町出身。小学3年生の時に、 軽井沢町で行われた1998年、長野オリンピックカーリング競技の会場内、飲食店で母が働いていたこともあり、4歳上の兄、雄介ともども毎日のように試合を観戦していたことからカーリングへの興味を持ち、小学6年生から競技を始めた。長野県岩村田高等学校、国際武道大学卒業。 2005年まではジュニアチームでスキップを務めていたが、2006年から SC 軽井沢クラブに正式加入し、日本カーリング選手権大会5連覇をはじめ8度の制覇を経験した。世界カーリング選手権で2016年4位2017年7位に入り、2か年の総合成績により2018年ピョンチャンオリンピック出場権を獲得した。結果は8位。 男子日本代表のオリンピック出場は、開催国枠で出場した長野大会以来20年ぶりである。10月2日、SC 軽井沢クラブより新体制の発表があり、2018年、2019年シーズンは、チーム東京でプレーすることとなった。ありがとうございます。